ついてたスナップをお入力します。3、9、これ大事なパーツ、シリコン中、こいつね。スナップを外したところ、I にまず通します。通すからのスリーク、マイキー90アラバマカスタムブリッドリングプライヤーで開いてセットします。できました。この状態、このチューブをここにセット、これで OK です。傘を開いてもらってキャップ入れてもらって、これで完成。キャストでくるくる回ってもスリックマイキー他のアームに絡みにくくなります。これ大事です。このパーツ、この移植したスナップ、ここに移植したスナップね、あとはここに普通にフリーリグシンカーをこう入れてもらって、ここに止めるだけで完成。これでディープ仕様の、ディープシューティング仕様